1980年代に日本で広く使われた PC-9800 シリーズの JIS キーボード j スキーボードは日本作業規格が制定している標準規格 JISX6002 情報処理系鍵盤配列に準拠するキー配列を持つコンピュータ用キーボードである。日本作業規格が制定している JISX6002 から1980情報。 処理系鍵盤配列は JISX0201 で、規定される7ビット符号を用いるシステムを想定したものであるため、漢字の入力は考慮されていない。また、コンピューター各機種の機能に合わせて、制御文字キーや機能キーなどを追加、変更する場合が多いため、一般的には、アルファベット、カナ、記号等の文字キーの配列が、規格に準拠していれば、JIS キーボードと呼ばれる。 PC、a t 互換機で主流のオットグ1 0 9キーボード、マッキントッシュの大半の日本語キーボードや、過去の PC-9800 シリーズ、マルチステーション5550、FMR シリーズなどは、ジスキーボードである。英語キーボードで主流の ASCII キーボードとは、アルファベットの配列は同じであるが、特殊記号などの配列が異なる。米国での主流は101キーボードである。なお、 J-3100 や X は、アスキー配列をベースに日本語化していた。ス j ックス6 0 0 4から1986では、金配列が改良された新ジスキーボードが規格化されたが、普及しなかったため1999年に廃止された。なお、ジスキーボード上の金鍵盤部分については、金入力も参照のこと。1964年に、一般事務。 会計機械用の金タイプライターのキー配列を定める標準規格 JISB9509 から1964金ローマ字タイプライターの鍵盤配列が制定された。このキー配列は日本生産性本部が組織した標準化団体で決定されたもので、1922年に山下義太郎が米国のメーカーに発注した金文字タイプライターを起源とするものであった。 g i s b 9 5 0 9では2種類のキー配列が制定され、このうち後の g i s キーボードと類似する配列2のキー配列は以下のようになっていた。1965年に日本 IBM が発表した i b m 0 2 9型カタカナ先行機では、同年に発表した文字コード EBCDIC に対応するため、 JISB9509 の2段シフト43キーを3段シフト47キーに改めた。この時、シフト側に入っていたカタカナと半濁点は別のキーに移された。1970年に日本電信電話公社が加入データ通信サービスを開始するにあたって、策定したデータ通信標準キー配列では、A 数記号キー配列は、テレタイプ ASR-33 をベースに、 かなキー配列は IBM029 カタカナ先行機をベースに少しの変更が加えられた。データ通信用キーボードの JIS 規格化はこの配列をベースに進められた。これに並行してデータ通信用文字コードの JIS 規格化も進められ、こちらは1969年に JISX0201 になった。以下は1968年時点での j i キーボードの草案に掲げられた。 キー配列例である。キーボードの機構や回路を簡略化することに配慮し、文字キーを除くシフト入力の組み合わせは、JISX0201 でのロジカル、ビットペアリングを考慮した配列になっている。例えば、コロンの文字コードは0111010。そのシフト1はアスタリスクで、文字コードは0101010。同じく、ハイイフンマナスの文字コードは0111101。 そのシフト1はプラス記号で文字コードは0101101。どちらもシフト、非シフト時に第5ビットのみが変化して他は共通なので、これらのキー入力を文字コードの信号に変換するとき、シフト操作ではこのビットだけ変わるように設計すれば良いということになる。しかし、金文字キーについてはロジカル、ビットペアリングになっておらず、これが問題として指摘された。 1972年、情報通信端末用キー配列の標準規格時数 C6233 が正式に制定された。第1次規格で策定されたキー配列は以下のようになっていた。このうち A 数字と記号の配列は国際標準化機構が当時策定中にあった ISO646 に対応するキー配列の標準規格 ISO2530。 のドラフトと整合性が図られた。この配列は ASR-33 などで使われていたロジカルビットペアリングのクアーティ配列をベースにしていたが、IBM が使用していたタイプライターペアリングのクアーティ配列がセレクトリックタイプライターや IBM PC の成功を受けて米国で広まり、1 9八十年代以降にデファクトスタンダードになった米国英語キー配列と、 記号キーに差異が生じることになった。1980年の改正では、電気式のシフトキーロックに対応したキー配列が追加された。また、また改めキーとシフトキーの幅が広く取れる配置になった。キャンキーや上段の制御文字キーは、再配置や削除、別のキーとの入れ替えを自由とした。ジスキーボードの金文字キー配列は、 効率より覚えやすさを重視するため50音配列としたことが起源となっており、また、キー列を4段使うため、タッチタイピングの高速化を妨げている問題があった。そのため、キー列を3段として、カナの並びも最適化した新しいキー配列が、j i s x 6 0 0から1986、加盟漢事変換系日本文入力装置要件、版配列として標準化された。 しかし、パソコンユーザーの初心者など、入力効率を重視しない者からは、覚えにくい新配列は嫌われたため、普及は進まなかった。1980年代には、多種多様な機種に合わせて、多くのディスキーボード準拠キー配列が存在したが、1990年代以降、PC、AT5 関係の統一が進むと、オッ t グが標準化した、o t t グ1 0 9 a キーボードが、 主流になった。1987年、日本 IBM は、同社の企業向けパソコン PS55 用のキーボード5576から002型鍵盤を発表した。これは、マルチステージョン5550用ジスキーボードとシステムアプリケーション体系で規定されたキー配列との互換性を併わせ持つものであった。1991年、日本 IBM が、 オットグ標準のキーボードとして 5576ALH 型鍵盤を発表。後に、これに Windows キーを追加したものが、オットグ109キーボードとして追加された。以下は、オットグ109キーボードの配列である。従来、漢字、全面キーと表示されていたところは、a LT キーに改められ、点キーに方向キーなどの機能が割り当てられるなど、 キー表記や配列が101キーボードにより近いものになった。これによって101キーボードやそれに合わせて開発されたアプリケーションとの親和性が向上した。日本語109キーボードには当初の配列と Windows での利用に合わせて刻印を変えたキーボードの2種類がありの刻印位置などが若干異なる。以下はその比較である。 小スペース型日本語キーボードの一例タッチバー、搭載 MacBook Pro に搭載されているジスキーボード2000年代に入ると、デスクトップパソコンの小スペース化やノートパソコンの普及、メーカーによる製品差別化のため、キー配列に独自の工夫が凝らされるようになり、文字キーの配列やスキャンコードがオットグの規格に一致するのみとなった。ありがとうございます。